例えばもし僕が死んでしまっても誰も泣いてくれないだろう。例えば僕がいなくなったとしても別に誰も困りはしないのさ。だからといって僕がいなくなってもいいということではなくて、俺のような奴らがたくさんいるってことさ。それは悲しいことでも嬉しいことでもなくて、そういうものなのさ。だから例えば俺がいなくなっても俺はここにいた証拠が欲しいのさ。だからこうして歌を歌って歌を作って歌を歌ってまた歌ってる、そういうことだよ。わかるだろう。それは別にそんなに偉いと思ってるわけでもなくて、俺は自分にうぬぼれてるわけでもない。だけどここにいたって証拠を残しておきたいのさ。例えばもし俺が死んでしまっても保険が降りてそれで助かってもそういうことではないのであって、明日はまた普通に働きに出かけるのさ。